はい、カツラです。よし、今ね、誰かちょっと動画手伝ってくださいって言ったら、ハッチーさんが名乗りを上げてくれたので、またちょっと今ね、ゼウスが今いい感じだから、ゼウスを、そしてカツラついに23レベルになりました。見て、23レベルになったってことは、そう、最大レベルが上がったの。モンスターの最大レベルが27になったの。だからカツラついにレベルアップですよ。レベルアップ、ついにレベルアップですよ。俺ずーっとね、レベルアップしたかったんだけど、だから最近ね、勝てなかったんだよね。やっぱ最大レベルがもうそもそも違うから、リーグでね、今ね、あのプラチナリーグだっけ、入った瞬間にさ、もうすごい負けるようになって、だから多分ね、しっかりレベル、ここでレベルをまた24最大にしてたんだけど、もう一個上げとかなきゃいけなかったんだよね。はい、ハッチーさん二人で行こう。どーん。ありがとうね、いつも反応してくれて。カツラ結構さ、急にお願いします。まあみんなもそうかもしんないけどね。急にお願いしますってなるときあるからね。誰か手伝ってくださいって結構なるときあるでしょ、急に。今やりたいってときあるでしょ。ね。いや、そういうときにね、誰か反応してくれるのはね、ありがたいんぐだよね、ありがたいんぐ。はーい。え？え？なにこれ？そういう感じ？まずこれ、騎馬兵の壁ができるのか。ジャイアントクラブ持ってます。かしこまりました。じゃあ、ジャイアントクラブ、お願いします。え、これ、砦取れるかな？砦取れるかな？あー、取れなかった。あー、取れなかった。よし、そっちは任せた。任せちゃって大丈夫なのか、果たして大丈夫なのか分かんないけど、なんか大丈夫かな、任せちゃって。ゼウス、いけ。あ、出してくれた。まあ、ジャイアントクラブがあそこ守ってくれるだろうから、このまま先進めばいいか。なんか渋滞してるぞ、渋滞してるぞ。あ、いいね。今ゼウス体調いいからね。そう、あの討伐はもうカツラ分かったんだけど、あのちょっとよそっとじゃ攻撃されたぐらいじゃ動じない方がいいんだよね、これね。そんな動じないよみたいな、動じちゃいけないから。あ、いいね、いいよ。あ、いいね、一発だね。カツラのゼウス一発。ボスの倒し忘れがないかな。倒し忘れがないといい。よっしゃ、来た。多分これ砦は全部取ってんじゃない。 OK、 ありがとう。あ、8000円もゲットした。今ちょうどお金欲しいからね。ありがとう。ハッチーさん続けていこうぜ。よいしょ。はい、続けていこう。続けて貼ります。もし来れる人いたらね、カツラに声かけなくても基本あの乱入 OK だから、カツラね、気にしないから乱入。はい、あるよー、上級。あるよ、あるよ。さあ、カツラパッドも参戦しとく？ちょ、音、ごめんね。カツラパッドも参戦しとくか。カツラパッドも参戦しようとしたら今失敗した？カツラパッドも参戦しとこう。ゾンビ担当だから、カツラパッドはね。ゾンビ担当。いや、23レベルになったよ。ね。23レベルで、上限解放だったんだね。
え、何年後で解放されるんだろうと思って、ずっとさ、キメラ、いや、とりあえず大型モンスターは最大にしとかないといけないかなと思って。キメラとゴーレムとね、あれ。キメラとゴーレムは最大になってんだよ。まあ、大型カツラ多いんだけどね。大型が多い。大型だけにね。え、なんかすごい、カバトラ、了解しました。固まると思ってます。やるー、え、固まると大事だよね。やるね。で、ケンちゃん、ちょっとお任せして。ちょっと俺、ゼウス出す、ゼウス。ゼウス出す。ゼウス担当だ、ゼウス担当。ゼウス担当。あ、ちょっと待った。ちょっと状態良くない、状態良くない、状態良くない、状態良くない。状態が良くない。ちょっと状態が良くない、状態が。状態がよろしくない、よろしくない。危ない。危ない、危ない、危ない。危ねえわ。まだなんかいるんだけど。危ねえわ。危ねえよ。ちょっと今回、ちょっとスタート悪いな、スタート。あるね、でも、このスタート悪い感じたまにあるよね。ゼウス、もうちょいさ、雷を。もうちょい雷しちゃって、雷。雷やってくん。雷、全然雷やんないじゃん。ちょっと、何してん？お前は雷やるために出てきたの。ちょっと、おい、雷やってくれ。雷をやるためにお前出てきたのに、何をやっている？そう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 、イカ土、イカ土。お前はイカ土のために出てきたんだぞ。最近ちょっと役割を果たさないモンスターが多いんだけど、ねえ。あっ！ちょっと役割を果たして、どんどん、ちょっとみんな。ねえ。役割果たして、果たして。さあ、ボスは何なのか。ボスなんだ？あ、そういう感じ？あっちゃん。巨大モンスターいないからもうね、この、ちょっときついかもしれない、きついかもしれない、きついかもしれない、きついかもしれない。きついかも、きついかも。え、結構きついかも。あ、ゾンビか。あ、カツラパッドの方、いじるの忘れた。ちょっと待って、カツラパッドの方、いじるの忘れた。あー、最悪。なんかゾンビが出てるし、カツラパッド完全にいじるの忘れた。絶対カツラパッド いじってたらこれもっとよく抽象があったじゃん。うわ、カツラパッド完全放置したわ。あ、いいね。大丈夫そう、大丈夫そう。よし。大丈夫そうだね。よかった。いやー、カツラパッドわざわざ参戦させといて忘れたからね。カツラパッドのこと。完全忘れたから。今多分今開いてもう遅いでしょ。ほら。ほらほら、切断されましたってなって。ごめんね。完全にカスラパッドのこと忘れてた。いや、忘れてたね。今回討伐結構難易度高いですね。確かに上級なのに結構危なかった。はっちーさん、ありがとう、です。ハッチーさん、ありがとう、ほんと、反応してくれて、急にね。急に誰かやってくださいって言って反応してくれてね。カツラパッド参戦させたら、のにね、カツラパッドのこと忘れるしね。いや、ゾンビがなんかね、勝手にいるから、絵の具みたいな。絵の具ネタはいいか。お疲れ様でした、ありがとう。よし、とりあえず討伐は済んだから、次はちょっと攻撃したいな。ね。まあ、この辺でこの動画は終わりにします。じゃあ、またねー。じゃあねー。